和恵子君沖縄の風和恵子です、えー、最後ですので、重なる質問もあるかと思いますが、ご答弁をよろしくお願いしたいと思います。4月25日の法案審議で、小野瀬民事局長が離婚届出用紙に、養育費と面会交流の取り決めの,そのチェック欄のことについて言及されました。 2012年当時、私も大変感謝を持っておりました、そこで養育費について質問させていただきます。民法では、父母は親権の有無にかかわらず、離婚後もこの養育費の支払い義務があり、子は父母に養育費を請求することができると規定しています。しかし、実際には養育費を受け取る子はごくわずかで、取り決めすらしていないケースが大半で、諸外国と比べても、 日本の養育費の支払い状況は極めて低く、母子家庭の貧困化が社会問題になっておりました。えー、虐待防止のため、親権の一時停止等の、えー、改正民法が2012年4月1日に施行されるのに伴い、えー、法務省は2012年2月2日、離婚届のその用紙に、養育費と面会交流の取り決め状況をチェックする欄を設ける、えー、様式変更の 民事局長通達を全国の法務局長に出されたと記録しております。記録しております、えー。法改正の前年の2010年人口動態統計では、離婚件数は25万1,378件で、そのうち未成年の子がいたのは58.5%でありました。厚生労働省は全国一人親世帯等調査、えー、当時は 母子世帯等調査と言っておりましたが、5年に一度行っておりますが、法案審議の直近の調査だった2006年度では、養育費の取り決めをしている母子世帯の割合は4割弱、養育費を受けていた母子世帯の割合は2割にも届いていませんでした。離婚時に養育費の取り決めがほとんど行われていないことが最大の要因でしたが、離婚するカップルの多くが、 養育費を離婚時にに決めるももののとといいう認識に欠けていたものと思われます2011年6月の民法改正で教育一候において定めるべきものの具体例に看護費用の分担養育費の支払いが条文上明示されることになりその法案審議で当時与党であった民主党の委員が最も効果的な周知徹底の仕方として 離婚届出用紙にチェック欄を設けることを強く求めたことに対して法務省が検討されたものと承知しておりますそこで厚生労働省に伺いますが直近の一人親世帯等調査において養育費の取り決めをしている割合と養育費を受けている割合をそれぞれお答えいただきたいと思います藤原室長お答え申し上げます 厚生労働省で実施しております一人親世帯等調査でございますけれども平成28年度全国一人親世帯等調査が直近のものでございまして母子世帯につきましては養育費の取り決めをしている世帯が約43%。 現に現在も支払いを受けているというふうに回答した割合で見ますと、約24%でございます、一方、不支世帯でございますけれども、不支世帯につきましては、養育費の取り決めをしている世帯が約21%、現在も支払いを受けていると回答したものの割合で見ますと、約3%というふうになってございます。糸かす君 まあ今のお答えでもかなり少ないことが分かりましたが、それで法務省に伺いたいと思います。2012年度と昨年度の未成年の子がいる夫婦の離婚届出件数と、協議離婚の届けの届出の際に、養育費の分担欄の取り決めをしているにチェックした件数と割合をそれぞれお答えください。野民事局長 お答えいたしますまず、平成24年度の未成年の子がいる夫婦の競技離婚届出総件数でございますが、13万1254件であります。そのうち、養育費の分担について取り決めをしているにチェックのある件数は、7万3000とんで2件でございましたで。これは未成年の子がいる夫婦の競技離婚届出総件数の55.6%を占めるものでございます。 次に平成30年度につきましては、平成31年1月から3月までの数値については、現在、集計中でありますので、現時点で集計結果をお答えすることができませんので、最新の平成30年10月から12月までの四半期の集計結果に基づきまして、え、ー お答えさせていただきますと、この期間中の未成年の子がいる夫婦の競技離婚届出総件数は2万6865件でございまして、そのうち養育費の分担について取り決めをしているにチェックのある件数は、1万7285件でございましたで。これは未成年の子がいる夫婦の競技離婚届出総件数の64.3%を占めるものでございます。糸川助子君まあ 今の結果を伺いますと、この取り決めのチェック欄を設けたことは、その大きな第一歩だったというふうに思いますが、養育費が確実に支払われるためには、えー、さらなる取り組みが必要だということを、まあ、当時も言われておりました、あの本来支払うべき人が支払わないことで児、児童扶養手当や生活保護に頼らざるを得ない状況は、えー、国にとっても負担が大きいですし、 手厚くすべき人に十分に支払えないということにもなりかねません。何より、子にとって、別れても自分のことを心配してくれる親と思えることは、この成長にとってとても大切なことだと思います。養育費が確実に支払われるために、どのように周知等をこう取り組んでいかれるのか、お答えいただきたいと思います。 法務省では、養育費の取り決めが適切に行われるようにするために、平成28年10月から、養育費等に関する合意書のひな形あるいは記入例などを掲載したパンフレットを作成して、全国の市町村で離婚届書と同時に配布をしたり、法務省のホームページに掲載したりするなどの周知活動に取り組んでいるところでございます。 なお、成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法改正法が成立したことを受けまして、平成31年2月にパンフレットの内容を一部改定しまして、養育費の支払い期間の周期として、 具体的な日付を定めるることが相当だる旨の記載も加えておりますまた、法務省では、離婚の届け書,書の様式改正を行って、届け書に養育費の分担に関する取り決めの有無をチェックする欄を加えまして、平成24年4月からその使用を開始しているものでございます糸和恵子君、はい。ありがとうございました。えー、次に、財産開示手続きの申し立て、えー、申請者の拡大について伺います。 今回の改正法案では、裁判や公正証書などによって金銭を支払う義務があるにもかかわらず、支払わない債権者に対して、その財産の開示制度の実効性を向上するための方策が取られることになりました。現行の財産開示手続きでは、支払い督促や執行証書での申し立てはすることができませんでしたが、今回の改正により、財産開示手続きも、 情報取得手続きも申し立てができることになります。そこで支払い督促についてお伺いいたします。支払い督促という手続きでは債権者は書面審査で手続きを進めることができることから、金融機関や貸金業者などからすでに事故を迎えている債権について破格の値段で譲渡を受けたサービスャーが支払い督促を申し立てて時を中断させ 債務義義務務務を債務名義を債債名取得すするケースが少なくなくいいと聞いております債務者としては、裁判所に異議を申し立てて、その後に行われる正式な裁判においても、時効の主張をすれば、時効が認められるケースであっても、すでに記憶が薄れていることから、詐欺的請求なのではないかと思い込み、放っておく債権者もいると思います。またた弁護士に相談したくても このような債務者の多くは貧困に苦しんでいる人も少なくないことから、その費用が心理的な負担となり、誰にも相談できないことが多々あります。今回の改正では、支払い督促であっても、情報取得手続きにより、えー、預貯金等の,その差し押さえが容易になる可能性があることから、時効が認められるような債権を安く買い、書面審査だけで、 債務名義が取得できる支払い督促を利用して、時効を中断させるようなサービスの手法,にも手法には問題があるのではないでしょうか、民事執行法の所管省庁であり、かつサービスの所管省庁でもある法務省のご見解をお聞かせいただきたいと思います。小野瀬民事局長 お答えいたしますそのまあ支払い督促の申し立てと事項中断との関係でございますけれども、まあ、支払い督促の申し立てによりまして、消滅事項の中断の効力を生じさせるためには、あ所定の期間内に、えー、彼氏行の宣言の申し立てをする必要があります上に、委員もご指摘もありましたとおり、まあ、債務者としては督促意義を申し立てて、まあ、訴訟手続き内で、えー、消滅事項を延案することも可能であると考えられます。そしてまたあまあ今回そののの開示の関係でのまあこう この支払い特促によるこうま悪用の恐れといいますか？ま、そういう点につきまして申し上げます。れば、あまこのサービスが債権回収等のために財産開示制度を多用しているというま、そういう実態は現在はないと承知しております。また、民事志行におきましては、財産開示手続きを実施するためにはま知れている。財産に対する強制執行を実施しても。 請求債権の完全な弁済を得られないことの署名等が要求されておりまして、まあ、この点は債務者の預貯金債権等にかかる情報取得手続きにおいても同様でございます。まあ、このような仕組みは、悪質な業者による財産開示手続きや、預貯金債権等にかかる情報取得手続きの乱用の防止にも資するものと考えておりますが、まあ、いずれにしましても、法務省としましては、本法律案が成立し、施行された場合には、関係機関等とも連携しながら、 これらの手続きの運用状況等を注視してまいりたいと考えております糸和恵子君え次に情報取得手続きについて伺いますえ新たに債務者の財産の情報を第三者から取得する手続きが創設され金融機関から預貯金等に関する情報登記所である本局から不動産に関する情報市町村や日本年金機構等からの等から 勤務先に関する情報を取得できるようになりましたこれが養育費等の債権を有している一人親の貧困の問題を解消する一助になることが期待されますしかし一人親の貧困問題では一人親は養育費等の債権を有しているものの貧困が故に、えー、他から,の,他からの,その借金を抱えていることも少なくありませんそのような一人親の給与が振り込まれる 預金口座が差し押さえられてしまうと、え途端に生活に困窮し、破産をせざるを得ない状況に陥るのではないでしょうか。債権回収の実効性を確保することは、一方で生活のための資金となる養育費の確実な支払いを確保するも、え他方では貧困に苦しむ社会的弱者の生きる道をえ閉ざすことにつながる、いわばもろ刃の剣とも言えると思います。 債務者財産の開示手続きの実効性の向上を図ることによって、破産者が急増するなど、債務者の生きる道を閉ざすことにつながる可能性があることについての対策をどのようにお考えなのか、法務省に伺います小野瀬民事局長。 お答えいたします、まあ、委員ご指摘のとおり、この法律案では、養育費の支払いについて、まあ、債務明記が存ずる場合には、市町村等から債務者と勤務先に関する、まあ、情報を取得する手続きを申請することなどが盛り込まれておりまして、この給与債権の差し押さえ、養育費のような継続的な給付を内容とする債権の実現のために、極めて有力な手段となりうることというふうに考えられます。ままたたそのの債務者の給与が振り込まれた 預金口座が差し押さえられたことによって債務者がその生活を維持することが困難になる場合にはその債務者は差し押さえ禁止債権の範囲変更の申し立てをすることが可能でございますこの法律案では債務者が差し押さえ禁止債権の範囲変更の制度を知らないことによって、えー、ご指摘のような事態が生ずることを回避するために裁判所主機関が差し押さえ命令を債務者に送達するに際して差し押さえ禁止債権の 範囲変更の申し立てをすることができる、まあこういったもの、こういった旨を債務者に対して享受する旨の規定を設けております。まあ、そのため、ご指摘のように、この法律案の施行により、ひとり親である債務者による破産の件数が急増するといったような事態が直ちに生ずるものとは考えておらないところでございます。まあ、いずれにしましても、法務省としては、関係機関等とも連携しながら、本法律案による改正後のこれらの手続きの運用状況等を注視してまいりたいと考えております。 ご答弁いただいた差し押さえ禁止債権に、えー、範囲変更について、まあ、あるわけですが、えー、確かに今回の改正で、債務者が範囲変更の申し立てがしやすいよう、えー、裁判所、書記官による手続き教示を明、えー、文で定めたり、差し押さえから実際の取り立てまでの期間を、まあ、1週間から4週間延ばしたりすることが盛り込まれています。 この点は債務者の最低限の生活を保障する観点からも評価すべきことだと思います。しかし、改めて考えてみますと、預金についても最低限差し押さえできない金額を定めることで、債務者の最低限の生活を保障することが必要なのではないでしょうか。まあ、この点、破産手続きでは99万円以下の現金については、破産法第34条第3項第1号により、 自由財産として破産財団の対象から除外されることで債権者への配当には回されず破産者が自由に使えるものとされていますこれは破産者及びその家族の最低限の生活の保障のため民事執行法第131条第3号及び民事執行法施行令で定める標準的な世帯の2ヶ月分の生活費である66万円を基準に 支払い不能の状態にある破産者においては、さらにその1.5倍を自由財産としたとされています。このように、破産法においても、民事執行法においても、最低限の生活保障を考慮して、自由財産や差し押さえ禁止財産が定められているにもかかわらず、銀行預金や郵便貯金では、それが全く考慮されていません。最高裁判例では本来差し押さえ 禁止債権ですら、一旦預貯金口座に振り込み等がされますと、差し押さえが認められてしまうこととされているなど、憲法第25条が認める生存,生存権を脅かすものと言えると思います。そこで法務省に提案ですが、給与が振り込まれている口座に関しては、66万円または99万円まで、差し押さえ禁止としてはいかがでしょうか。 法務省のご見解を伺います。小野瀬民事局長、お答えいたします。まあこの折たんでは委員御指摘のようなその給与等の振り込まれた預貯金債権に対する差し押さえ禁止の範囲に関しまして、その一定額に値たない部分を一律に差し押さえ禁止とするなどの見直しはしてないところでございます。でこれはその債務者が給与等が振り込まれた預貯金債権の差し押さえによって生活を維持することが困難になるかどうかは。 その預貯金債権の額だけで判断することができるものではなくその他の財産状況も踏まえて まあ判断する必要があることと考慮したものでございまして、えー、まあ給与が振り込まれている預金預貯金口座について、まあ一定額まで一律に差し押さえ禁止とするのは相当でないものと考えているところでございます。まあただご指摘のとおり、債務者が給与等の振り込まれた預貯金債権等を過頭に差し押さえられて、その生活を維持することが困難となると、こういった事態が生じないようにすることは重要であると考えておりまして、まあ先ほど申し上げました通り、この法律案では債務者が差し押さえ禁止債権の範囲の の変更の手続きを利用しやすくするための方策を講ずることとしているものでございます。法務省としましては、今後とも今後この本法,法,法律案の施行後における差し押さえ、殺禁止債権の範囲の変更の手続きの運用状況を注視しながら、まあま関係機関等とも連携しながら必要な検討をしてまいりたいと考えております。糸数渓谷君まあ、あの範囲変更に関してもまあ、お答えございました。けれども。 今後とともあ,のぜひあらゆる方法でご検討お願いいいいしたいという,ふうに思いますえ次に、執行官採用試験、まあ、これはあの女性の,その受験者の状況についてでありますが、改めて伺いたいと思います。あの先日の参考人に対する質疑におきまして、今の参考人に対して、女性執行官がいない現状について質問いたしましたところ、今の参考人からは、 女性が一人もいないことにびっくりしたとの発言がなされました将来的には家事事件だけを専門に扱うような家事執行官のようなものを新たに設けるなど女性執行官を受け入れるための今後の検討について示唆がありましたまあそれに先立ちまして最高裁に対して女性執行官の採用を検討すべきではないかと尋ねましたところ門前民事局長からは 執行官採用試験において、女性の受験者はいて、男女の別なく合否の判定をしているものの、結果的に女性の合格者がいないという趣旨の答弁がありました。そこで、改めて最高裁にお尋ねいたします、過去10年間の全国の執行官採用選考における受験者数、筆記試験の合格者数、および最終合格者数をお答えいただきたいと思います。 それぞれの人数における女性の数も、あの合わせてお答えください。門田民事局長、えー、あの最高裁の方で把握しておりますのは、あの過去2年分の実績でございますのであの、それについてお答えさせていただきます。えー、平成29年の執行官の採用選考の受験者総数は83人でございます。 筆記試験の合格者は38人、最終合格者は10人となっておりますそのうち女性につきましては受験者数が1人、筆記試験の合格者数が1人、最終合格者は0ということになっておりますまた平成30年の受験者総数ですけれども89人となっておりまして筆記試験の合格者数は31人 えー、最終合格者数最終合格者数はあ九人でございます。えー、そのうち、えー、女性につきましては受験者数が四人、えー、筆記試験の合格者数は一人、えー、最終合格者数がゼロとなっております。糸トカ子ケイコ君、はいえー。合格者に女性がいないことはまあ。 これ以前にあの受験者に対する女性の割合があの低すぎるということをまあ伺ったことがあるわけですが、かつてその男性の仕事とされていたような仕事、例えば自衛官、あるいはその警察官などにおいても、やはりあの完全な男女平等が、平等が実現しないまでも、女性の進出が目立ってきている近年の状況において、今、ご答弁ございましたけれども、 1>, まあ1人から4人にその受験者が増えたというその状況、判断いたしましても、極めてこれあの遅れているものというふうに思います。あの今参考人もおっしゃったように、現状の,その制度のままで、女性に来てもらおうというのでは、やはり男女共同参画など、男女平等の視点からも不十分であると言わざるを得ません。男女共同参画画基本計画などでは 年次をを区切ってて一定割合を女性に対すると決めて取りり組んでまいりまいした執行官のその世界でも、女性が来るのをただ待つだけではなく、例えば2030年までには5%は女性にするなど、目標を定めて取り組むべきではないかというふうに思いますが、この点,この点につきまして、改めて最高裁のご決意をお聞かせください。門民事局長 お答えいたします執行官の採用選考におきましては、これを実施する地方裁判所および最高裁判所のウェブサイトに、受験案内を掲載するほか、日本弁護士連合会や不動産鑑定士協会等の法律事務を取り扱う職種の団体等に、採用選考が実施される旨の,の通知を行って、男女を問わず受験者を募集しているところでございます。 またあの裁判所職官をはじめとします裁判所職員に対しましても採用選考が実施される旨の周知を行っているところでございます。裁判所としましてはまあこのようにして採用選考の周知に努めるなどをしておりますけれども今後も引き続き男女問わず執行官としての適性が認められる優位な人材を確保するよう努めてまいりたいと存じます。伊藤康彦。まああの消防なども女性を増やすための その取り組みをして、えー、数値を出して頑張っています、えー。女性を増やすための積極的なその広報の努力についてもあのしっかりやっていただきたいということを申し上げまして、次の質問に入りたいと思います。えー、この引き渡しの強制執行における、えー、火災調査官の関与についてお伺いいたします。えー、昨日のの新聞報道ににおきまましして、えー、妻が別居中の夫に対こう引き渡すまで 生産金を支払うように求めた裁判で、最高裁第三小法廷は4月26日付で、制裁金によって引き渡しを強制するのは過酷で許されないとして、支払いを命じた火災と交災の決定を破棄し、妻側の申し立てを却下したということであります。このケースでは、執行官が債務者の自宅を訪れたところ、当時9歳の子が、 呼吸困難に陥りそうになるなどの経緯があり、ここに深刻な悪影響を及ぼすケースとして、例外的に間接強制による制裁権を課すことを認めない判断を示したものと報じられていますえ。今回の改正によれば、執行裁判所と執行官がこの心身に配慮することとされましたが、現実には執行裁判所も執行官も、 そのような配慮をするるこことととが難ししいことを明らかにしたケースであると言えますまた、先日の参考人に対する質疑におきましても、この引き渡しの強制執行の手続きにおいて、この利益の観点から家庭裁判所の関与について質問いたしましたところ、元火災調査官でもある伊藤参考人から、火災と地裁の違いがあるという、まあ、そういうところで、火災調査官を、 兼務して。まあ、火災調査官を。兼務みたいな形にできればいいと思うものの。制度上、難しいという趣旨の発言がありました。しかし、今回の改正によって。この引き渡しの強制執行における。執行裁判所は。え、代替執行に関する。第百七十一条第二項の規定が準用され。第三十三条二項第一号、または。 第6号に定める裁判所とされていますその結果、火災の審判については、第1審裁判所である家庭裁判所が、朝廷については、朝廷が成立した家庭裁判所が執行裁判所となります。そして、この引き渡しの強制執行は、執行裁判所が決定により、執行官に実施されることとされ、執行期間はあくまでも、 執行裁裁判判所所である家庭とということになりますそうであれば、火災調査官が執行裁判所である家庭裁判所の誉を受けて、執行現場に同行することも可能ではないかと思いますが、最高裁のご見解をお伺いいたします。門田民事局長 お答えいたします。この引き渡しの強制執行におきましては、いわゆるハーグ条約実施法に基づくこの解放実施に関する最高裁判所規則の規定に準じまして、執行官と家庭裁判所との事前のミーティングを行っております。その際には家庭裁判所調査官も参加して、債務者やこの性格、その生活状況と執行にあたって特に留意すべき事項について情報提供を。 提供をするるなどをしていいことが多もっともあの家庭裁判所調査官は、基本的には家庭裁判所における家事事件の手続きにおいて調査等を行うものとされておりまして、えー、今ほど申し上げましたあ執行官に対して意見を述べるという役割は、例外的に特別に認められたものとされております。 従いまして、先ほどのようなその意,見を申し意見を述べさせる以上に、家庭裁判所調査官を執行の現場に同行させるというようなことは認められていないというふうに理解しておるところでございますし今、認められないというご答弁ではございましたが、これはあの不可能ではないと思います。検討すすべきでではないいしょうか改めて伺います門前民事局長 えとあの繰り返しになりますけれども、あの先ほど申し,、ま、申し上げましたとおりで、えー、家庭裁判所調査官の、まあ、本来の業務というのは、えー、家庭裁判所における家事事件等の手続きにおきまして、調査等を行うことと。 いうふうにされております、えー、従いまして、えー、先ほど申し上げたような例外的な定めがない以上は、えー、家庭裁判所調査官を執行の現場に臨場させるということは認め,認められないというふうに理解しているところでございます伊藤和介子君あの今後ぜひ検討していただきたいということを強く申し上げたいと思います、えー、次に債務者新人が必要なケースについて伺います、えー、この引き渡しの強制執行については えー、債務者新人が原則的に採用されることになるものの、子、えー、に脅迫した危険があるとき、その他の新人をすることにより、強制執行の目的を達することができない事情があるときには、新人をせず、えー、強制執行を命じることができることとされています。えー、そもそも子の引き渡しをしない債務者だから、強制執行の申し立てをしているのですから、新人をして強制執行の申し立てがされたことが分かれば、 債務者はこの居場所を変更するなどの対応をすることは明らかであり、新人をするケースは想定できないと思われますが、えー、法務省のご見解を伺います小野瀬民事局長。 お答えいたしますこの法律案におきましては、新人をすることにより、強制執行の目的を達することができない事情があるときには、例外的に債務者を新人しないで決定することができることとされておりまして、例えば、債務者がこう虐待しているなど、あるいは、ここに、など、ここに窮迫した危険があるときのほか、債務者を新人することによって、債務者がこの所在場所を変更するなど、まあ、適正かつ迅速な、 強制執行の実施を妨げる行為を行う恐れがあるといった事案では、債務者がこの利益に配慮した適切な主張をすることを期待し得ないことから、このこういう要件を満たす場合があるるものと考えられます。もっともご指摘のような、債務者がこの引き渡しに応じないために、強制執行手続きに至っていると、 まあそういうことのまあ一事をもちまして、これらの要件を満たすとまではまあ言い難いのではないかというふうに考えております。従、まあ、いまして、債務者新人の要否につきましては、最終的には個別の事案における具体的な事情を踏まえて、裁判所が適切に判断することになるものと考えられますが、法務省としては関係機関等とも連携しながら、この法律案の成功後における運用状況等を注視してまいりたいと考えておりますと和恵子君。 執行手続きの中で新人によって債務者の意見を聞くことがほとんどないのであれば、えー、ますます家庭裁判所における審判調停の中で双方の話をしっかり聞いて当事者双方を納得させることが重要になってくると思われますそのためにはやはり火災調査官が当事者間に積極的に介入することが重要でありそのような任務を果たすためには人的な 体制整備が不可欠だと思われますそれ以外でも児童虐待の問題などもあり、火災の役割が増えているにもかかわらず、最高裁は、裁判所職員転員法の質疑で、火事事件の数が増えているのに対し、少年事件が減少していることを理由に、火災調査官のその定員を据え置いております。家庭裁判所が国民に期待される役割を果たすためには、火災調査官をはじめとして、 職員の増員が不可欠だと思いますが改めて最高裁のご見解をお伺いいたします村田総務局長お答え申し上げます家庭裁判所におきまして当事者の納得性の高い手続きを実現することが重要だという点は委員のご指摘の通りであるというふうに考えております 火災調査官を含めます家庭裁判所の人的体制の整備につきましては、これまでも事件動向や事件処理状況に照らして検討してきたところでございます。子どもをめぐる事件の心理の充実強化の必要性ですとか、火災調査官が果たすべき役割といったものも踏まえまして、引き続き必要な人的体制の整備に努めてまいりたいと考えております糸勝恵子君、はいまああの。引き続き考えていきますというふうにおっしゃいましたが。 今あの多くの委員からも質問がございました、あのまあ、私ども、やっぱりこの家庭裁判所が国民に期待されるその役割、そこをあの何としても、やはり職員を増員して、体制的にもこの権利、まあらゆる部分で応援をしていきたい、そういう、えーまあ、ある意味、応援団としての質問でございますので、今後ともあのぜひ増員に関してはご、えー まあご配慮と言いましょうか考えていただきたいということを強く申し上げまして質問を終わりたいと思いますありがとうございましたこの際委員の移動についてご報告いたします本日片山さつき君が委員を辞任されその補欠として今井恵理子君が選任されました他にご発言もないようですから質疑は終局したものと認めますこれより討論に入ります別にご意見もないようですからこれより直ちに採決に入ります 民事執行法および国際的なこのダッシュの民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います全会一致と認めますよって本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしましたこの際有田君から発言を求められておりますのでこれを許します